張高史業は、新末民発の軍人。北京政府、暗記派、後に、北方各派や満州国に属した。字は、君臣県の下級管理の過程に生まれた。しかし張高史業は若い頃は、宝塔を尽くす。ついには盗賊に身を落として、殺人を犯し、京新地区に逃げ込んだ。 1896年頃、遠征外の新し県陸軍に参加し、随衛学道で学んだ。その後、補定軍艦学道も卒業し、1911年には、第六鎮第11教、第22教、しめぎみつるとなった。1912年、旧制からの改祖により、陸軍第六師、第11旅、第22団団長に任命された。 1913年の二次革命では、厚生省で革命派の軍を撃破する上で功績があった。そのため、第6市、第11旅び長県南省永寿司令に昇進している。1914年、第3根制旅び長として、河南省に駐屯した。白明討伐に貢献したため、9月に第7市市長町に昇進している。 1915年12月25日に、五国戦争が勃発する。1916年1月に、超高市行は、遠征外から第二祖寺奏司令に任命され、五国軍を討伐するために、四川省へ出撃した。当初は、露州占領などの軍港により、遠征外から軍三位、陸軍上昇位を授与された。しかし、次第に、 半円政外の世論の高まり等によって、五国軍有利となり、超高志行も五国軍に敗戦した。同年6月6日に、円政外が死去すると、超高志行は、河南に戻る。そして、自らの地盤を求めて、河南省や山西省のダッシュを企む。しかし、これらの実行はならなかった。北京政府の派閥争いでは、暗記派に所属している。 1918年1月、段気随の命により、長高志行は、南方政府討伐のため子南省へ進軍した。しかしこの時は、直令派の豪廃部や表玉省らが調査を占領するなど、その活躍が目立っている。それにもかかわらず3月27日、長高志行は、段気随から、湖南徳軍憲省庁に任命された。この人事は、当然ながら、 ご配布、氷玉賞らの反感を招くことになった。超高市行の実行支配はわずかに、調査と、竹洋一帯に限られ、直令派や港政府側の軍人たちも、湖南省内各地に拡挙する状況となる。しかも、超高市行の統治手法は、作手的、かつ、切裂腐敗したものであったため、湖南省の社会格層の反発まで招くことになった。 1920年6月、南方政府軍が、湖南省を奪回しようと反撃に転じる。しかもご配布、表玉省らも、長高市行を見捨てたため、長高市行は戦わずして、湖北省に逃走した。長高市行は、その集大ゆえに段から罷免され、上海へ逃げ込んだ。東港民港の六国反転左は、 横浜賞金銀行北京支店七月の安直戦争で安期派が敗北すると、長高市行は法典派の長作林を頼り、その乗客となった。しかし、九百二十二年の第一次笹久寺家戦争で法典派が敗北すると、長高市行はご配布に寝返っている。九百二十四年十月の北京政変で、表玉賞により逮捕されてしまうが、 間もなく釈放された。1925年、三島省の長総省を頼り、ジカロ貫軍、第二軍軍長に任命された。1926年、暗黒軍、第二方面軍副司令を務めるなどして、中国国民党の北伐軍と戦った。しかし1928年9月、長総省の敗北とともに、長高志領も下野し、大連へ逃亡した。 1932年、長高志行は満州国に降る。1933年には、大辣第二集団軍総司令に任命されるなどして、河北で各種軍事、暴力活動に従事した。その一環で、長高志行は密かに北平入り医師、急部下たちを組織して、日本軍に交往しようとした。しかし5月7日、 北平の東高民港六国反転において、長高志行は、軍統の資格に襲撃され、殺害された。去年54。ありがとうございます。